らいで離乳食始めて、7ヶ月、8ヶ月ぐらいの時はもう一滴だけお粥にお醤油垂らすとかしたらもう食べっぷりが全然違って、ちょっと踏み抜けるぐらいから、私もそんな感じだったかな。一応スープに醤油飲んでた、一滴とかよ、ね、今そういうやつ、素材の味だけで揚げてたら全然なんか食べてくれなくなって、でどうしようって思ってた時に調味料を少し溶かしてみたらいいよっていうふうに聞いて、でちょこっと使ってみたらもうそれからびっくりするぐらい食べてくれるようになりますよね。嬉しいですよね、食べてくれるから。